第6巻ってやつか。シックスセンスが感じるんだよな。ここに何かがある。この丘を越えて下った暁には何かがある。ほら来たー！はー！でしょ？なんか感じたんだよ！なんか感じたんすよ！うわ、雪の近くか！これ俺もう喜んじゃうわ。いくよ。昔の誕生だったら挨拶代わりに一発でさ。わかる。お、やってるーっつってバーンって言ってそのまま逃げて移動するやつな。なんかバグってる。何これ。ね、何これバグってる。どうすればいいの。上か下かわかんねえ。上かしか分かんねえ。はあ、どっち上かしか分からん。上か下かが分からん。マジでどうしたらいいか分かんねえ。こっからどうやって抜け出したらいいんだ。なんだこれ。これは全部封印しないと分かんすな。普通に面白くない。だからいいよ。お前はなんか他のなんか VTuber でも見てるとりあえず。てめえを面白がらせるためにやってんじゃねえんだよ。俺の魂の使命なんだよ。殺すぞてめえ。雪ですか。石切り台もありますか。おいふざけんなマジで。この町おかしいってよ。ラップがちょっと待って、これ意味わかんねえマジで。あれダメージ買ってる。あれん、動けない。え、動けない。なんでな、意味わからんマジで。これ村人どうやって住んでんだよ。これ全部落とし穴じゃねえかよ。